鍵がかかっている。あ、やっぱここっぽいな。使いましょう。幽霊屋敷の鍵、のみとしらみとかさ、どうやって使うのか知らないんだけど。うわー、またこの BGM か。もうネズミいるよ。レーザービームとボムって戦闘中に使えんのかな。足は怪しいネズミじゃありやせん。ピアノのある部屋、へっへって言ってるネズミは大体怪しいんだよ。ゴーストとか今敵じゃないでしょ。あのね、茂道がね、バカみたいに弱い。ちなみになんだけど、せっちゃんはバカ強い。僕と同じくらい、あの、火力が出てる。茂道はでも何もできない。打点は僕より低いし、なんかレベルの低い僕みたいなもんかな。レベルが低くてサインも使えない僕。あ、肉、死ぬぞ。ヒヒヒヒヒ。誰誰に言われた今、茂道に言われたかと思って、びっくりしたんだけど。ああ、扉。ボスとかいるのかな？ほらね見た ?91 だよ。僕の会心の一撃と同じくらいのダメージ与えてんだよ。せっちゃんガチ強い。うわ、チミトロゾンビ。PK サンダー。え、待って。なんだよ、最後の一撃って。あれ、僕でも耐えないじゃん。さよなら、もう茂道ならどうでもいいや。あ、また階段？これ、あれか、無限ループしてんのか。か、え、れ。これ、茂道？あ、で、これは？傷薬。まあいいね。一人手に鍵盤が動いて演奏を始めた。あ、メロディーか。あ、全然聞いてなかった。メロディーは覚えた。よかったよかった。あ、四つ目？あ、じゃあ、終わりかな？帰るか。帰れるかな？ちょっと PP 足りなくて不安なんだけど。はい。まあ、前回ね、ハロウィン行ってメロディーを一つ覚えたんですけど、まあ、その後何をしていいのか全く分かんなかったので調べました。サンタクロス駅から北に行って、ここの森をね、突き進むらしいんだけど。あ、ちなみにアナのレベル、アナじゃねえや。せっちゃんのレベルが13。僕25の茂道16と。まあまあレベルは上がってます。てか、BGM 変わってるわ。え？黄色。あ、砂漠か、これ。上行けばいいのかな？なんか盛り上がってる土とかあるけど、見た方がいいかな？茂道さ、お前なんかレーザービームとかボムとか、使えるわ。うわぁ、粘液来たよ。あー、茂道目が見えなくなった。あー、茂道、お前弱すぎる。いやー、会心強すぎる。102点。レーザービーム。あ、弱。あ、スマッシュ。あー、茂道さよなら。え、待って、敵めちゃくちゃ強いじゃん。勝てないか、これ。はい。スノーマンの敵をね、2パンできるくらいレベル上げしてきました。28、23、21。あ、全員20代だね。でね、せっちゃんのね、才がめちゃくちゃ増えた。見て、ライフアップガンマとか。うわ、やっぱそうじゃん。こっちのレベル上がると全然エンカウントしない。敵が強ければ強いほどエンカウントしやすいんだな。あ、砂漠終わった？ん？やばい、バッチ持ってない。せっちゃんね、さっきなんとね、PK フリーズガンマ覚えたんだよ。で、しかも PK ファイヤーも使えるようになったから、ガンマ一回ぶっ飛ばしてもらっていいか。31。全然効かない。身構えている。PK フリーズガンマ危機的状態に陥った。危機的状態？え？めっちゃ強いじゃん。危機的状態って敵の体力を確か、4とか5とか1桁に減らすってやつだったと思うんだけど。え、僕が殴ればいいだけじゃん。え、最強？ PP 何減った？え、タイマン最強じゃん、これ。やば。で、これ、道合ってる？なんか絶対違う。いや、合ってそうじゃね？こんな長いわけないもんな。え、でも砂漠、終わった。終わった。砂漠じゃなくなっちゃったけど、砂漠を超えるのか。あ、やべ、PK ビームガンマ。誰？あー！バッチがないから、あ、待って、でもこの子たちさ、僕がいなくても全然いけるって感じ。あ、危ない。普通の攻撃は大丈夫か？あ、死んだ。待って、あ、僕って死んでも大丈夫なんだ。やけど、あ、茂道になっちゃった。え、でも僕死んだらどうしようもないから、
帰るか、さすがに。え、フランクリンバッジってどっかで手に入んねえかな。きつくね、さすがにガンマ。だってガードしてたよ、僕。この砂漠のあたりに何かあるのかなって思ったけどさ、これ線路見えてるってことは線路沿い行けばなんか見つかるんじゃね。次の道なんだっけな、この、あ、でもさ、これずっと右に行くと、待って、覚えてる、サンタクロース駅からずっと右に向かうとレビアタンみたいな名前の街ついちゃうから、こっちじゃないな。砂漠になんかダンジョンあるんじゃないかと思ってんだけど、違う？あ、看板ある。あ、間違えた、話しちゃダメだ。アドベント砂漠遊覧飛行はいかがかね。遊覧飛行って何？お？あ、ん？これ何？ヘリコプター？わしは前の戦争の時にこの砂漠に地雷を埋めたんじゃ。え？全部掘り起こしたつもりだったか、どうしても一つだけ見つからん、気をつけてくれよ。最悪じゃねえかよ。問題なし。これ何？え、これ何？飛行機に乗るか。どのコースがいいかね。みんなの分で10ドルいただこうか。あ、これ死んだ人の分はカウントされないんで。安く乗りたかったら一人殺すといいっすよ。この半券を10枚貯めると戦車に乗れるのじゃ。戦車？あ、そこの、え、あれ戦車？戦車っぽくね？10枚つってたな。10枚つってたな、あいつ。あ、砂漠を飛んでくれるんだ。すげえ、上まで行ってる。上なんもなかったぞ。おー、そっち行く。ダンジョンあるじゃん。そういうことか。あ、遊覧飛行だからどこに着くとかじゃなくて戻ってくるんだ。そうだよね。あ、バグってるバグってる。じゃあ今度 B コース見てみよう。半券10枚ってことは持ち物10枚あ持ち物10個開けとけって話かな。なんか顔書いてない、このサボテン。誰、あ、え、待って、誰に話しているの、ん、誰に話しているのだって出るっけ。ちょ、なんで動かないんだよ。チェック。リクの心に何かが問いかけてきている。これ絶対テレパシーだ。サボテンは歌う、なぜか歌う、切々と歌い続けた。切々と、聞いたことない表現だな。メロディ覚えた、やっとメロディ1個増えた。で何？こいつは何なの？メロディー教えてくれるサボテンってだけ？いやでもさ、戦車見つけたけど、見つけたじゃねえ、戦車あるけど、何をしたらいいのか分かんないんだよな。戦車ゲットして、あ、違う、ダンジョンがあったからそこに行くんだ。つか、それくらいしか今やることがない。なんで敵が出てこないんだよ。チケットの半券、使う。あ、おお、10枚貯まったのか、よしよし、戦車を貸してやろう。嬉しそうじゃな、ははは。これずっと右に行くと多分、おお、入れた。本当に行くんだ。え、移動しない。あ、なるほど。この土の部分しか行けないのか、戦車は。なるほどな。あ、だから砂漠限定なのか。で、さっき空から見てて分かったんだけど、こっちに行くとね、あるんだよね、なんか。てか、戦車からなんか飛び出たりしないの。砲弾とか。無理か。で、こっち側になんか謎のダンジョンあったから、そこ行って、見て。お、あったあった、これこれこれ。この、通れない。痩せな。で、この中も、あん？なんかマッチングしたけど。R7037。R7037。セスは攻撃を跳ね返した。ん？戦車砲を撃った。あ、戦車に乗ってるから、あ、戦車に乗ってるから無敵ってこと？ついよ、これ。戦う、連打してるだけでいいじゃん。OK、倒した。倒したっつうか、え、戦車壊れたんだけど。え？ここに来て戦車壊れるの？まあ、でも着いたからいっか。え、猿いる。エンジン類。ここにいる猿は嘘つきが多いから気をつけなよ。っていうのが嘘っていうオチでしょ。私はレディーよ。気安く話しかけないでね。はい。俺本当は男だよ。敵いないのかな？エンカウントしないぞ。あー、猿いるな。ま、至るところにいる猿に話しかけてって話？海の見える町まで新しい仲間に出会うであろうぞ。どれが嘘だ？どの猿が嘘ついてんだ？いい話があるんだけど聞くか？はい。あのな、友達は大切にしろよ。そういうことだ。この先に進んでまた同じような場所だな。とにかくまっすぐ歩け。真実ってのはまっすぐ行くところにある。まっすぐ行く？本当？
サイバー、お前マジで、お前マジでそれはやばい。最強。え、これあればせっちゃん無敵なんだけど。え、プレゼントある。え、やった、マジで言ってる。え、ボーナスステージじゃん。いた。なんかさ、何匹かはさ、すげえデメリットをもらえそうで嫌なんだよな。糧とか引き返せ。そしてつまり引き返したくなかったらそのまま行け。まあまだ見てない道あるから一旦引き返そうかな。ここは素直に。びっくりした、お前なんか結構歩いてたよな。俺のスピードに追いつけたな。大したもんだ。ほらいいものやるぜ。え、何くれた。怖い怖い怖い。スピードカプセル、やった。いや、これ説だな。さすがに。弱かった、いいね。この奥に行ってはならん。行ってみましょうか。あ。え、マジで行っちゃダメっぽくね。クソ怖いけど。お。え？洞窟じゃん。マジカント？違う？あ、マジカントだ。え、ここで戻るの？なんでなんで？テレパシー。神の尻尾はどこにある？という声を聞いた。戻ってきた。よかった。ちょっとね、アイテムのね、整理とか、まあ、やっぱ、アイテムじゃない、装備を整えたりしたかったんだよね。いや、めっちゃちょうどいい。ありがとう。はい。マジカント抜けました。あのね、ついでに装備買いましたね。あ、僕の持ってるのって女神の腕輪か。妖精の腕輪を茂道とせっちゃんにつけました。コインはね、お金が足んなかったから、一回戻ろうかと思ったんだけど、なんかね、マジカント出たら知らない場所に抜けちゃったんだよね。多分これ砂漠の続きだと思うから、一回やってきますわ。あ、うん、出てくる敵も一緒だね。これさ、なんか全然、あー、やべえ、やっちゃった、間違えた。あー、めっちゃ受けてる。あ、ナイス、茂道。これさ、エンディングまで泣くんじゃないっていうフレーズが有名じゃないですか。どこが感動要素あんのか全くわかんないんだけど、これは僕のやり方が悪いのかな、それともなんか終盤叩き込んでくるとかそういうこと。今んとこ全くそんなんないよね。どうしたらいい。反応に困っちゃうかもしんない。線路あるんだけど、あ、やべ、地図。あー、地図持ってくんの忘れた。まあ、持ち物預かり屋さんがいたからそこでいろいろ持ってきたんだけど、うわ、忘れたなーこれ。あ、フランクリンバッジね、持ってきて僕に持たせた。これで全滅の危機はない。上下、下？お、あ？ハロウィンじゃん、ここ。あ、違うのか。ハロウィンじゃないのか、もしかして。新しい場所？よく見たら駅っぽいよね。え、ハロウィンじゃないの、ここ。おい、どこここ。あ、え、線路壊されちまったからね。え、ハロウィンじゃねえわ。あんまり突っ込んだ質問するな。しつこいな。泣いちゃうぞ、俺だって。泣けよ。泣かしてやろうか。新天地へと、ついてしまいました。あ、じゃあ逆か？線路が壊れたっつってるから、そこまで歩いていきなよってことじゃね？だってここなんもないよね。いや、一旦右の方を見てみるか。お！町？見つけたわ。あ、町っぽいわ。どこだここ。さっきの駅から南の方に向かったらありました。僕は門番だ。女かと思った。お前は誰だ？うええ。泣かしてやろうか。パパやママを連れ戻してお願いします。え？ママ、寂しいよ。あ、よく見たら子供しかいない。僕これ、弟？パパ、寂しいよ。パパは留守です。だからお金のことはわかんないけど、他は僕がちゃんとやりますから安心して泊まってください。え？無料ってこと？お、すげえ。なるほどな。大人がいないと無料なのか。いいこと聞いたな。お前は、お前大人じゃね？いらっしゃいませ。エアガン？いいフライパンじゃん。あ？せっちゃん今何持ってる？まあ、買うか。ここ、ホテル無料で泊まれるんだったら、レベル上げをしろってことか。そうじゃね？またなんかずっとさ、レベル上げしてんだけど。プレイ時間の半分多分レベル上げしてるぞ。それは言い過ぎか。3分の1は知ってる。エアガンお前持ってる？お、エアガンを装備した。ガリクソンさんちの赤ちゃんはなんか変。ガリクソンさんね。おっぱい。おっぱい。え？お姉ちゃんおっぱい。あ、おっぱい欲しいってことか。
あ、僕もおっぱい、やっぱそうだわ。お姉ちゃん、せっちゃんに言ってんのか。せっちゃん女じゃないぞ。でっかい空飛ぶ船が大人たちをみんな連れてっちゃったの、怖っ。 UFO？ まあこれさ、年代的にさ、まあ、やっぱそういう未確認飛行物体とか噂になってる、噂なんか話題になってる年じゃん。だからそういう話題多いのかな。父ちゃんたちの声が山の方で聞こえたような気がするんだ。でも山はバレンタインの街の向こうなんだ。バレンタインの街の向こう、遠すぎて僕には行けない。まあ、行ってきてやるよ。パパいない、ママいない。父さん母さん子供たちの家族、僕は各家族。このベビーは不思議な力を持ってるっていつかママが言ったわ。あ、どうも僕トム。お前か。ガリクソン、趣味は自己紹介です。お前、特殊能力、アップ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 、なんつってた？不思議な力？サイかな？よし、じゃあせっちゃん、スーパーヒーリングとか？あ、僕らにしか、あ、テレパシーか、普通に。あ、私はこのベビーの意識。私もあなたたちと同じエスパーだ。テレポートの力を持っている。あなたの知っているところなら、めっちゃいいじゃん。ベビーの意識からテレポート、あ、何？受け継いだの？え、バカ強いじゃん。え、どこでも行けんの？おい、今までの徒歩バカバカしいな。え、だってこれあればさ、マジかんと言ってわざわざあの洞窟潜ってってやる必要ないじゃん。あ、待って、これテレポーテーション使えってことかな。他なんか行くとこあるか。東湿地帯、こっちかな。あー、 BGM 変わった。あ、怪しいやつはやっつけるぞ。プルプル、戦闘かと思った。え、強っ。70ダメージ、茂道。逃げちゃった。敵の落差が激しいんだけど、まあ、なんか敵強かったら一回テレポーテーションで逃げ帰ろうかなって思ってたし、まあ別にいいか。 あ、またヘビか。いや、また逃げちゃった。勝負になんねえな。目が合った瞬間どっちか逃げ出すから。あ、間違えた。え、話したらなんか茂道のパパ出てきたんだけど。私は茂道の父です。ニクのパパの言う通り、ちゃんとプレイヤーの名前は言いましたか？ん？ああ、僕言ったよ。はい、茂道をかばってあげてくださいね。やだ、弱いから。なんでこんなとこに茂道のパパいるんだ。ピッピだよ、本当に会えたね、ニク。あ、ピッピ、お前なんでここにいるの？私もママに内緒でこんなところまで遊びに来てるのよ。また心配してるぞ。疲れてるでしょ、泊まっていけば。まあ回復か。おはよう。お前ピッピー、ゴミ箱の中に不審者いるけどいいのか。わあ、看板見えた。ここめっちゃ長かった。なんでだよ。なんかさ、茂道と雪のレベルが狭まってんのはこれなんで。経験値テーブルが低いのかな、せっちゃんは。あ、でも僕もなんだかんだ追いつかれそうか。はい、ここはどこ。あ、西バレンタイン、南湿地帯。マジか。